やばい、両方痺れてる。ストライクショット。こんにちは、妄想の中のササナパッチョとパナエです。本日は超絶グジナダに挑戦。早速いきます。このメンツで、はい、いきましょう。あ、勝てるかな、勝てんのかな。私たちの毘沙門天、超絶挑んでるのってまだ毘沙門天だっけ。動画でヤマトタケル、ヤマタケモか。うん、グジナダいつもね、あのデストロイヤーさんを連れて行く、いつものメンツは勝てるんですけどね、このメンツは初めてです。初めて行きますよこれ。で、私ね、どういう結果になるのか。リョーマさんね、初めて使うんですよ。この間私ほら火属性に強いじゃないですか、あのレッドスターズばっか引いてるんで、アトスのためにあれ違うわ、これちょっとあの集中したい。スプリッツァー倒せ。ちょっと待って、上に行きたいよ。妙にね、火属性いっぱいいて、この、ね、それね、アトス狙ってたらリョーマ出て、ワープ残っちゃう。じゃあワープを倒して、ちょっとさ、スプリッツァーさんまだ一体も倒れてないわ。やばいわこれマジで。なんで夜の10時でございます。リョーマ様がないやつで、リョーマ様手に入れたんだよっていう報告。あれシュンか、シュン、エヴァだっけ、なんか忘れちゃった。嘘な、集中しよう。とりあえず火属性に強いことは確かや。あー、ナイス、取れた。画面が揺れてしまう。リョーマ様と真田幸村が、なんで様つけなかったか分かんないけどアンチワープじゃないからワープ系は早めに倒した方が思った方向には動きやすいよね。ちょっとリョーマ様の攻撃力が足りてないなと思いました。それはさっき、ああ、蘇生があと一ターンで来てしまう。飽きた、飽きてる。でこいつを次で2体倒せるといいよね。いいね、奇跡を信じるばかりだぜ。うん、ダメかー。これ結構いっぱい倒…あ、お、いける、これ入るかな、頼むで、入っちゃうかな、頼むで、入っちゃった。お、あ、もう一回頼むよ、頼むよ。でも、あー来る、ワープにもてあそばれ、お、タイミング悪かったな、もてあそばれたよ。今じゃないって感じだったな。なぜこいつはそ、短距離のうちが怖いだね。いやいや、ほい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 、で次で、やばい、これ無限ループだわ。短距離なんとか回避した。どうしようかな、こっちから右上狙いだね。で拡散弾とか一発当てたらいっちゃうんじゃないかな。あ、おおおおおおお、でも3体いったから来ない。でーでー、やばい、こんなとこで油打ってしまえちゃうねん。で次でさ、あれしちゃうから、あー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 、でも来ないんじゃないの、ここで手離れちゃう。でもワープいないから、お前ユッキーでとりあえずパーって、こっちかな、まあどっちでも知らない。あー倒しきれないよね、これ大量に帰ってくるやつ、もしかして4体、あ、みんな帰ってくるのか、2体か、ほう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 。でももう早くこの人たちをね、あー失敗したとかもう嫌だー。え、何を、家帰りたい。これが終わるまでは帰れない。うわー、みんな帰ってきた。下手すぎはロタ。やばい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 よ、全然倒せないよ、位置が悪いよ。あんだけ倒してこのね、ゾンビが帰ってくるなんてことあるんですね。やっちまってよ。おおお、いいんじゃない、来るなよ、来るなよ、よし。で頼むで、ユッキー頼むで、ここに入って、あー、よいしょ、負けれる。ストライクショット持った、あ、まだ倒らへん、
うん、たまりそうなぐらい時間が長く感じたよ。さあさあさあ、お次でございます。次はどんなんだったっけ。またこれだ。これスプリッツは倒し持ってのなんですよね。まあ一旦横、あ、いいねいいねいいね、よいしょで帰ってきつつの、ただ麻痺とか食うといろいろめんどくさいので、スプリッツァーをね倒し持ってなんですよね。おおお、いいんじゃない、倒せなかった、来る、あ、でもレーザーかな、なんかね、うん、レーザーが来て次で来るから、一旦そいつ倒しながらの、こうかね、そうだね、よいしょ、あ、いい、よいしょ、やりすぎない感じでいいね、いいよ、次の龍馬様でシュシュってして、え、こういうことやな、うん、倒してしまいたい、お、ナイスこっちはいい感じで抜けれそう、よいしょよいしょ、あれ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 、あ、いいね、攻撃力アップ取ってナイス。次、クシナナ進化前出てくるとこですか。まだでかいスプリッツァーの感じかな。ここねここも結構厳しいよね。ここ、とりあえずザコをね、スプリッツァー倒し持ってるんだよね、これもね、ふん、当て抜こう、そうね、ここ硬いよね、硬い、次は横目か、確か毒がさ、来るんだよ、4のところかな、今3のとこか、だからみんなが固まってない方がいいんだよね、そうそうそう、その辺に、その毒がすごい、今だと、ハート育てたいけどな、八代さんの HP のイザナミが一番近くにいるから、うん、あ、上だっけ、そっち、あ、一番近い、あ、そういうことか、やつのとこに行くんじゃなかったっけ、そうなんだ、こっちに行こう、あ、確かそんな気がする、これで、あ、取っちゃった、まあ、取っちゃったよ、なんとかなる、あ、これどうなる、誰のとこに行くの、ちょっと分かんなくなってきて、次の位置で誰かに行くんだけど、まあ、みんな割と離れてるからいっか、なんか龍馬と、真田幸村のとこに来ちゃうと話したいね、話したい気がする、こいつらの絆を分かちたい、あー、どうなる、来ちゃう、どこに来る、お、あ、見た、やだってもうたで、これ横かんだな、こトン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 と、いいね、いいよいいよいいよ、硬っ、硬っ、8000もなくなった、やばやばいね、やばいな、これ命が、こうかな、うん、なんか縦の方が良さそう、イザナミさんの力も、お力も借りつつ、よいしょ、よし、うん、ハート3ターンでまた来るよ、すごい、やばい、ハート出て、はっ、出た、ハートを沸かすことができる、まだ取らない、次の位置で何来るか分かんないな、でもなんか大したもん結構なさそうだな、まあいいや、ちょっとこんな感じで、うん、まあ1個ぐらい取ってもいい、あ、よし、行った、行かない、あ、行かないんだ、行かない、やばい、はぁ、耐えた、はぁ、よかった、むしろよかったんじゃない、ハート取りながら解散しようぜ、よし、あ、よし、完璧じゃないですか、ここ完璧かな、完璧です、とうとう、クシナが出る、いらっしゃる、いらっしゃったー、これ十字気をつけて、十字、十字か、どこに出るんだ、ちょっと待って、この13ってなんだっけ、あれー、なんでこっち来たかな、よくわかんないけど、結果よし、うん、悪くない、わ、いっぱい出た、わ、いっぱい出た、次誰だ、イザナミか、あ、龍馬、龍馬か、2人に当たりつつ、こんな感じ、どうせワープにやられちゃうから、ふーん、いけ、当たる、あ、おー、なんか、なんか意外と削っとるよ、多分雪村さんの近距離、あー、さっきも、あ、十字が、
雪村さんがちょっと当たる位置だ、ね、意外といい。いいね、雪村さん当てていこう。雪村さん、おー、ね、あ、いいね、短距離回避すごくいいんじゃない、調子うちら調子いいよ怖いよ。雪村さん当てへの、そこ当たるかな、雪村さんちょっと動いてるから、うん、あーでもちょっと当たってるね、うん、おお、この位置位置何、十字と蘇生ハートが育っているね。取りたい取りたいね。お、取れるね。よし取ったよ、よし、よ、めっちゃいいじゃんすごいじゃん、来たよ、ストライクショットも溜まってる。え、すごいいいコンディション。これね、とりあえずね、これも十字だよね、十字で、とりあえず下目にいた方が無難だったよね。確かこの上の間入っちゃダメじゃないだっけ。あ、ダメだね。しかし、こう行きたい。うん、この18ってやつマジヤバそう、うん、てか確かもう18が来たら死ぬしかないんじゃなかったっけ。即水だね、白爆発的なやつで、うんうんうん、あー十字ライン結構おります。私たちみんなどうしよう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 、どうしようかな。短距離結構効くもしかして。効くかもね。で、あの左右上の子倒さないと結構ヤバい。おーいたいた、いいね、巻いたね、うん、ハートが1個いるからちゃんと育てたい。これはどうしたらいいの。結局引き込まれそうだから、うーん、こんな感じでいくか。そうだね。どこに行くんでしょう私。ほう、ほう、おお、取ったー、やべー、ハート出てもう取ってもうたね。取ってまんかい。これさ、縦とか真っ縦行ったら、ここ出たらさ、まあ縦縦縦縦っていけるかなとかいう希望。穴は3つ、どこから出るか。あ、おおおお、あー、そこ行っちゃダメー来る、まだまだ、あ、こ、あ、こで、こうかな、よいしょ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 、あ、次十字来る、龍馬だけ、あ、1体だったんじゃない、1体だね。その後でもこのペナルウェイの運が、はぁ、そろそろ行きたいね次の。え、これ耐えるかね。耐えてほしいけど、ふぅ、逃げて逃げて逃げて、お、いい感じ逃げた。なんだろう次、十字ワープ、ワープ右下、ワープ、左上十字、あ、ハート出た、お、でもこんな感じかな、うん、次十字来るからちょっと外れて、うん、あ、入っちゃうね、入っちゃうわ仕方あるまいな、左、うん、こう、あ、そうそう、それこうかな、次にこれでいこう、うまい、よし逃げろ逃げろ、でもここ当たんないんじゃない、ほら当たんなかった、次短距離両方来ちゃう、うん、でももう倒しきれるかもしれない。こっからサランデーキムラに当たればこういう感じ、うん、いた、いた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 、よかった、ハート取れ取れないやはりワープに入ってしまうと、うん、左下が蘇生っぽかったな。とりあえず雑魚処理だな、こうかな、うん、十字に気をつけながら雑魚処理でしていきましょう。いこれは十字ゾーンか、微妙なところだな。左上のスプリッツァーは倒すのは無理なんだっけ、うん、お、めっちゃいいじゃん、でも十字なんだよね次、カン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 する、うん、そんなこと考えずにカンカンカン、あわよくばちょっと下が、あーやばい、 あ倒した倒した、ラッキー、あ、当たんなかった、いいねいいねいいね、ラッキーラッキー、どうしようこれ、こうかな、もうなんかいっぱいワープ出てるからちょっとわかんないな、
おい、いいね。スプリッツァ、バイバイ。バイ。で、うー、耐えた。あれ、一体いなくね。あ、イザナミのウィニングか。うん、え、どうしよう。マークだらけでもう読めないな。とりあえずなんか弱点いってほしい。いった。おいった。おお、おお、いってるいってるいってる。十字のラインじゃないかな。あー、ラインです。十字のラインだよ。ちょっと上だな、十字。あ、耐えれるよね。でも耐えれるね。次ワープだけだから。じゃあ、どっちに行かないんだろう。取らない方がいいな。こっちかな。うん、取らない程度に。あ、取っちゃうかな。おおおおおお。でも次結局取らないと。そうだね、1-1だから。龍馬を弾き飛ばしたいね、どっかに。うん、あと真田幸村も多分十字のところにいるかも。あー、龍馬は救えないわ。どうだろう。あー、でも一体で そんなに悪くない。次なんだっけ、ワープか。これでもなんかストライクショットの使いどころが最後もう投げ売りみたいな感じだよね、多分ね。多分ね、 HP がすごい高かった気がする。うん、最後そうだね。うん、むむ、入らないかな。雪村に当たるのはいいかもしれない。入らなければ。入らない。入った。よし、入らなかった。だいや、もう意味わかんないよ。いた、いたよ。ちょっと疲れてる。自分の日本語の訂正に必死だった。もうね、10時過ぎてますからね。あー、疲れちゃったね。来た。あ、打つんだっけ。まあ、打ってスプリッツァ一気に倒した方がいいかもね。だから、まあこんな感じで打ってみよう。頼むで、しかし。いけ、ストライクショット。お、お、あれ、お、めっちゃ当たった。当たった、当たってるよね、全員。おお、3体、いいね。で、この右下のターンで蘇生が来るから、それが来ないタイミングでイザナミさん打った方がいいんだよね。うんうん、で、今ザコ少ないからまあいいかっていうことで、うんうん、どうしようか。なんか帰ってきてイザナミさんに当たったりしないね。十字には龍馬さんが当たります。で問題、17ターン以内に倒してしまうのはこのことなんですけど、打つ？敵にバウンドするために刃だから、ワープ出てない時とかがあればいい。ちょっと待ってみるか。よいしょ。でも絶妙にハート来た、帰ってきた。でも次ワープ消えないのかな。あ、今何の蘇生？消えないかもね。どこから出たとってなんとかなる角度って何？斜めすぎたらもうループしようかね。あー、失敗。せっかく攻撃力アップしてるのに。あ、すぐ泣けばいいパターンや。すぐ泣けばええねん。違う、本気や。ハートが結構育っていい具合に育ってはいるものの、あと15ターンなのに全然削れてないっていう恐怖の。確かに、しようかな。やばいよこれ。いつ蘇生来るんだ。あと1ターンで蘇生が来るから、その後伊豆の実を打った方がいい。分かんないもん。じゃあ弱点の痛いんだよね。そうだね。うん、この変な雑魚を一旦倒してしまいながら弱点。まっすぐバウンドしてみるってどう。縦勘でストライクショット、弱点ある方がいいかな。あ、いいっちゃいいけどね。じゃあちょっと待って。なんかこの出し惜しみの末負けたら嫌やね。そうだから、どっかでは決めないとなって。
もうワープに翻弄されるし、あ、消えた。十字、あ、あ、出た。出るんだね。じゃあワープは消えないんだ。号令する？わかんないな。信じるしかないよ。信じる者は的な感じだよね、もはや。ワープがあるからどうなるかわかんないよ。ストライク、ショット。頼むわ。あ、当たった当たった。これはやばい。これはやばいね。角度マジ難しいですね。あ、今の立ち直れへんわ。立ち直ってやばいから、これやべえ。マジやばいな。打ってもらって、打ってもらおうか。うん、なんか決め手となるものがないね。うん、立ってもうかしな。よいしょよいしょ。うわー、全然減ってない。龍馬決め手となるやつやったはずやのにな。どうしようかな。どうしようかな。打ってもな。打ってもね。これじゃ打てないよ。もう身を任せしかないね。いや、ワープに入ってはいけない角度はこのひし形になる角度やということが分かった。え、言ったやん、さっき私。うん、なってた。なってたかな。アホ、入らないか。お、いった。あ、弱いわ。弱い弱い。やばいね。やばい。あと7ターンだ。真田幸村のストライクショットにかかってる。龍馬無駄に怯えてる。もうでも結構なんか効いてる気もする。あ、これはもう、これはもうかな。でもユキ、イザナミとユキムラに当たって、イザナミは多分郊外と思う。上がっていく感じ。で、行って行って行って、使おうかね。どう向きに使おうかな。真横か。真横当たりそうじゃない？縦だな。縦かな。こうだね。うん、綺麗すぎてもあれだけど。頼む！いけ！頼む！ライフショット！おおおおおおお、いたいたいた。もう一回当たって。そこじゃないの。頼むよ。下から。よいしょよいしょ。あと4点。やばい、両足痺れてる。いや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 、両馬しびれてるよ。いや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 、ダメだってダメだって。ハート取れないな、これは。取らないと死んじゃうね。ちょ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 って感じかな。これでどうだ。あ、取った。1個1個は取ったけど、あ、ちょっと。あ、でも真横どう。負けるかな。いけ、あ、いけ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 。あ、あ、てか、まあ、もうしびれてるからダメだね。ここでやりきれなかったらどうなんだろう、これ。アンチワープがもう一体いるってことかな。そうだね、真田さんもう一回やるか。お、ご視聴ありがとうございます。超絶キャストからご覧の方は概要欄にあるリンクから YouTube のモンスト公式チャンネルのご登録をお願いします。 YouTube からご覧の方はチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。モンスト公式動画ポータルサイトモンスト超絶キャストではモンストの動画がたくさん集まっております。ぜひ動画概要欄から見に来てくださいね。では、よろしくお願いします。